すごい。うわー、これわかりますか？稲妻ですよ。稲妻。怖い。こんなの初めて見たな、連続で。今日は2021年8月7日ですね。今仕事終わって8時15分ぐらい、夜の。ちょっとなんかどっかで花火かなんか上がってんのかとずっと思ってたんだけど、どうやら違って稲妻がずっとですよ。これ光ってんすよ。怖い。なんかほとんど絶え間なく、こんなことってあんまりないかったな今まで。すごい暑い日だったっすね今日ね。一日台風も近づいてるみたいですね。10号、多分。今はこれ新潟市西関区になるのかな、味方とかその辺だと思うんだよね多分。ちょっとなんか真っ暗すぎて何もよくわかんないんだけど、ちょっとすごいな。うわー、なかなかこんなの見れないというか、さっきね綺麗にというか稲妻が走ってるのがものすごい綺麗に見えたんですよね。今はこれぼんやり光ってるだけなんだけど、なんか稲妻らしい稲妻がこう走る時もある。すごい、なんか恐ろしい感じはしちゃうよねこれ。ほんとこんなに、あ、途切れた。あ、途切れないよね。もうあの辺になんか、うわー、電気がどこら辺なんだろうなあれ。西関区のうっすらぼんやりと山が、ほら、あれ多分角田山と、いや、弥彦か、弥彦山かもしれないね多分ね。今安治方、元安治方村とかその辺りにいると思うんだけど、仕事終わって帰り道ですね。西関区だったと思うんだよな。うわー、すごい。すごい。うっすらね山が見えると思うんですよね。あれ弥彦山かもしれないね。下に見えてるのが、まあ道路の街灯と民家の明かりとかがちらっと見えてるくらい。あとはほとんど田んぼの真ん中みたいなところにいます今。うわー、すごいね。ちょっとまあなかなか見れないから、なんとなく10分か15分ぐらいここで撮って、それから帰ろうかなと思ってます。本当はね今日ライブ配信のいつもやってる日なんだけれども、でちょっとまあどっちにしろ8時くらい、さっき仕事終わってね今帰ってるところだから、いつもの8時半とかにはねどっちにしろこう配信開始できないん で今日はちょっとお休みしようかなとも思ってたんだけど、もうちょっと遅い時間になってからね、始められたら始めたいなとは思ってます。すごいこれ本当に、いや恐ろしいな。稲妻ですよ。うわー、すごいな。まあしばらくちょっとこれ回して、時々ねちょっともうちょっとアップにしたりもしてみようかなとは思ってるけど、稲妻綺麗に撮れる時があるといいんだけど。おお、すごい。今見えたかな。これやっぱり iPhone のカメラって暗いところの撮影がやっぱりね全然こう画質が悪くなっちゃうんですよね。だからあんまり綺麗に撮れてるかわからないけど、どうだろうな、雰囲気わかるかな。これね本当肉眼で見てるとちょっとすごいですよ。マジ怖い。こんな風に連続でね同じところでずっと、まあ、雷雲があの辺にね多分あるんだろうね。いやちょっと恐ろしいですな。あんまりこんな光
光景見たことないというか。うわ、ずっと同じ方向で光ってる。うわー、すごい。稲妻が止んだらね、もう止めて帰ろうかなとも思うんだけど、ちょっとまあ10分かね、10分ちょっとぐらい回していこうかな。うわー、こんなのも本当あんまり見たことないですからね。でここは全然雨なんか降ってないし、なんともない。今僕がいるところは別になんともない。今車の中から撮ってるけどね、外で蚊に刺されたりするのが嫌だからあの車で音もしないですよね、全然ゴロ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 も言わない、うん、外はねやっぱすごく暑いですね。今車の中でクーラーをつけてないとちょっといられないぐらいの感じ。全然雷の音はしないね。うわでもすごいな、雷ですよあれ。稲妻、ここまで連続で光ることってあんま本当、まあんま見たことないな。怖い感じはあるよね。おお、すごい。ちょっと収まってきたかな。わあ、でもそうでもないか。うわあ、あれってどっかに落ちてんのかな。うわあ、すごい。おお、今のすごかったね。でも今日携帯の画像じゃわかんないかな。うわあ、すごい。結構まあ怖いっちゃ怖い感じがするね。わお、まあねそろそろ飽きてきましたかね飽きたよねまあこの辺でちょっと止めて、ちょっとねあこの後スローモーションみたいなやつでねもうちょっと撮ってみて、それで帰ろうと思います。いやすいません、飽きたよねだいぶ。でもちょっと生で見てると本当結構すごいですよ。怖い感じがする、ね、10分ちょうどジャスト10分で1回止めますね。なかなか、ね、まあずっと一緒だね。あとはね一緒だねっていうか、うん、いやでもすごい、こんな連続でね
全く途切れることなく、ほとんど途切れることなくね、稲妻が光り続けるなんてあんまり見たことないからね。はい、まあ今ちょっとスローで撮ってみたけど、ちょうどなんかいい感じでこう稲妻がバーンと走るっていうシーンがなあんまなかったですね。うん、まあちょっとね、今あんまりこうね、今まで見たことないようなね、こう稲妻の、ね、光がこう何光り続けるっていうねシーンが新潟市で今見れたのでね、撮影しておりました。はい、まあ、ずっとねまだ光ってるけど、そろそろね疲れたんでお家に帰ろうと思います。はい、ここまでねご視聴ありがとうございました。はい、バイバイ。